はい、こんにちは、新チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、どうもね、もうちょっとめちゃくちゃ暑い日が続くんですけど、頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。でですね、新しい企画なんですけど発表します。ブサイクトレーラーを作れということで、サムネでもね、ちょっとバレてると思うんですけど、軽トレーラーをね、買ってきました。まあね、正確にはボートトレーラーなんですけど、まあ私、新チャンネルはですね、キャンプとか、まあね、いろいろ小荷物をね、積載することが多いので、なんかいいのないかなと思って探してたんですけど、ヤフーなオークションにちょうどいいのがね、出てたんで購入しました。でですね、私ね、ちょっと知識不足だったんですけど、まあ、ボートトレーラーを買って、上にね、ちょっと箱をね、みたいなのをちょんちょんと作って、でね、物を乗せてね、運べばいいかなと思ったら、なんとね、ボートトレーラーって、まあ、当たり前なんでしょうけど、ボートしかね、積載しちゃダメみたいです。もう残念でね、いやーもうマジかと思ったら、どうもね、構造変更すれば、でね、また車検を取れば、荷物が積載できる。ということでですね、ボートトレーラーを、改造していきたいと思いますので、車検を受けたいと思いますので、よろしくお願いします。でね、それにあたって、どういった改造をすればね、まあ違法改造でなく、そのボートトレーラーからフルトレーラーに、構造変更できるかというのをね、軽自動車協会ですかね、まあ車検を受けるところなんですけど、あそこにね、電話でね、問い合わせをね、してみました。で、ボートトレーラーからフルトレーラーへ移行する場合にですね、まあボートのウィンチであるとか、あのボートレールですね、こうレールみたいなのがあるんですけど、船を乗せてね、そこをまあ取っ払って、まあ極端な話、板があって、フックがあれば、通るみたいです。もうすごい簡単なんですけど、最初ね、まあそれをしようと思ったんですけど、やっぱりね、ブラストトレイルみたいな箱型にね、したかったんです。で、その箱型にした後に車検を受けようと思ったら、高さがね、変わってくるので、それはちょっとね、車検が通らないよーっていう話なので、もう最初にね、作って、もうビシッとして車検を受けたいと思います。でね、いよいよね、質問していました、その自動車協会の人にね。で、軽トラックのようなのを、まあ木でね、こう、煽りをね、作っても大丈夫なんですかって言ったら、まあペラペラの、こう、強度がないようなのだったらダメですけど、まあ一応ね、普通に煽りを作れば全然車検は通ります。構造変更 OK ですという。で、高さは、一定の高さ、2メーターぐらいまで OK だったかな。はい。で、例えば1メーターで車検を取ったとして、そのね、次の時に4センチの誤差だったら、まあ大丈夫みたいです。はい。タイヤも歩用用でなくて、まあ、ダメなんですかって言ったら、いや、普通のラジアルでも何でも通りますよっていうことでした。まあ、ただね、透過類とかはもうちゃんとしとかないといけないということなので、まあ、そちらもね、きっちりして、仕上げていきたいと思います。本当はね、ブラストトレイルが欲しかったんですけど、めちゃくちゃ高くて、高騰しているので、もうなんなら自分で作っちゃえということで、作ることに決めました。ではね、実際にね、ボートトレーラーを見に行ってみましょう。はい、こちらがね、ヤフーなオークションで購入したボートトレーラーですね。はい。ね、仮ナンバーを取って、約100キロぐらい引っ張って帰りました。これね、ありがたいことに、自賠責保険はね、2年ついてました。ありがとうございます。もう本当助かりました。ね、これだけでもね、だいぶ助かりました。でも、このヤフーなオークションで、これをね、落札した時に、土日のクーポンが出るんですけど、あれ使い忘れてました。もうふざけたわ、もったいな。4000円損した。もう悔しい。ということでね、その悔しさをバネにね、このブサイクトレイルを制作していきたいと思います。
結構ね程度いいんですよねこれね。あのボートトレーラーってから何海にジャバーンとつけたりするのでサビオス系サビオスがね結構多い個体も、結構見受けられるらしいんですけど、この子はね全然錆びてなかったですわ。まあ多少の錆びはあるんですけど、まあ、全然もう問題なしでしたね。はい、そんなわけでねこれがねまあ一応こうジムニーにこう取り付けた、ボートレール、こっからねまあどういう感じで改造していくかもう少しねちょっと詳しく見ていきましょう。はい、こちらが、引き上げてきたボートトレーラーなんですけど、まずねこのもうこのねあの何ボートを引き上げるこうグリグリしてこうねなんかこう巻き取るよみたいなのがついてます。はい、でねサビもね結構まあこれぐらいなら大丈夫かな、これぐらいなら大丈夫かな。でこれが、あとはねこのボート何このレールっていうんですかね、これがついてます。はい、でタイヤはねこうちょっとかっこいいホワイトレターのようなのがついてるのでこれはねこのまま使いたいと思います。はい、こんな感じですね。でこの上に箱みたいなのを作って、車検を受けるんですけど、まあちょっとね今まだ頭の中でちょっとぐるぐるしてるんですけど、どうしようかなと思いながらね、まあ私新チャンネルのいつものね、無計画な感じで進めてね大丈夫などうかわからないですけどやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。でこのフレームはねちょっとね塗装したいかな、フレームを塗装して。はいはい、ということでね、今見てもらった通り、サントレトラック、サントラックかなんかの、ボートトレーラーをね、これからね、改造して、フルトレーラーにしていきたいと思いますので、皆さん、応援の方をよろしくお願いいたします。そしてね、今ね、視聴されている方で、この企画がね、興味のある方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録、押す。よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。